皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、私は海辺の森キャンプ場に来ています。今日はですね、初めて電キャンプをしようかなと思うんですよね。特にテントは設置してないんですよ。もうこれだけですね。見えるかな、これしかしてないんですよ。これだけしかセットしてないんですけど、今日はこれでご飯を食べたりとかキャンプを楽しみたいと思います。まずは今、ね、もう11時なんで、とりあえずお昼ご飯そばをリベンジしたいと思います。そば粉が 50g、 小麦粉が 50g、 水 40g の生地をこねて大体20分ぐらい寝かしたものになります。こちら前回ここで打ち粉が少なくて麺と麺がくっついてしまったんですよ。今回は失敗しないように打ち粉をちょっと多めにやっています。外でやると打ち粉が散らばっても気にならないのがいいですよね。生地は大体1ミリから 1.5 ミリぐらいの薄さにして切っていきます。今回は打ち粉を多めにしたはずなんですけど、やっぱりくっつくんですよね。くっつくし切れてしまうんですよ。はい、できました。あとはね、お湯を沸かしてるんで、このお湯が沸けたら食べたいと思います。今日はネギですね。じゃあそば入れてきます。これもね、今回ね100円ショップで買ってきたんですよ。ダイソーです。こうなると便利ですよね。鮮魚センターでこちらですね、ハマグリ、結構大きいハマグリでしょ。ホタテ、エビを買ってきました。今日はね、これをそばと一緒に食べたいと思います。さあ、いい感じですね。これうまそうだね。いや、うまそう、マジで。いただきます。めっちゃうまい。で、そばもできたんでいただきます。まあ、見えるこれ、前回と同様めっちゃ短い。うん、味は美味しい。味は美味しいわ。ホタテも出来上がりました。ホタテ美味しそう。いきます、いただきます。美味しい。さあ、エビも出来上がりました。エビ出来上がりました。エビ食べます。あっち、いただきます。めっちゃうまい。エビうまいね。2匹目いただきます。ごちそうさまでした。それでは海辺の森キャンプ場をご紹介させていただきます。こちらが炊事場ですね。結構ね、こういう台があるところって結構珍しいんですよ。こちらにかまどがありますね。雨が降ってもここで調理することができます。ここは何だろう、ここ休憩場かな、なんか休憩場みたいなところもありますね。
結構ねキャンプサイトも広くて、一つ一つの区切りがですねこういう風に板になってるんですよ。なので、まあ、テントを張っても下が痛いとかそういうのがなさそうですね。でこちら、1泊1500円かな。で、デイキャンプが1000円になります。人生初めてですねデイキャンプで。なぜ私がこの海辺の森キャンプ場に来たのかというと、それはですねこちらなんとドラム缶風呂があるんですよ。これに入りたくてこちらの海辺の森キャンプ場に今日は来ました。今から火を焚いて準備したいと思います。ドラム缶風呂なんて珍しいですよね。なかなか入る機会ないですよね。こんな感じですね。でここに、まあ、今ちょっと半分ぐらい水入れてるんですけど、水入れてでここで火をガンガンに沸かしてお湯を温めるって感じですね。こっから入るんですね。いいね。まあ、せっかくなんでこれちょっと目隠しはねちゃんとねしたいと思います。それでは今からドラム缶風呂の火入れをしていきます。この薪2個がついてくるんですよ。これで炊いてくれみたいな。いい感じです。これねなんかね最初は1時間か2時間ぐらい結構時間かかるのかなと思ったんですけど、なんか聞いたら30分ぐらいで入れるようですね。ちょっとお湯が沸いたら入ってみたいと思います。お湯が炊けるまでちょっと散歩でもしてきますね。結構広いんですよこのキャンプ場。何があるのって言われたら別に特になんもないんですよね。もうこっちもうすぐね海なんですよ。だから釣りとかもできますよね。海釣りもできますね。であとは夏はやっぱりカブトムシとかクワガタとか取れるようです。こっち森だからね。こっちも一面で森なんですよ。こっちが森なんで、まあ、虫も取れますし、いろいろバーベキューサイトとかもいっぱいありますね。さっきご飯食べたばっかりなんですけど、今お風呂を沸かしている間に夕飯の準備もしたいと思います。まずお米炊いてます。おお、いい感じ、いい感じ。もう入れますね。じゃあちょっとストップラップでいきます。これはいいわ。温度もちょうどいいかな。41度ぐらい。あ、気持ちいい。あっちょ。
今お風呂上がってきました。めっちゃ気持ちよかったですね。めちゃくちゃ気持ちよかった。そしたらちょっと早いんですけど、ご飯、晩ご飯作りたいと思います。ちょっと汚いね。ちょっと汚いわ。なんだろう、なんかすごい汚く見える。はい、今日の晩ご飯は卵巻きと、こちらそば粉で作ったガレットですね。いただきます。いや、外で作るのって難しいですね。外で作る卵焼きがこんなに難しいとは思わなかった。マジでめっちゃ難しい。全部うまくいかない。まあでも味はね、味は変わらないと思いますよ。見た目悪いけど。いただきます。うん、おいしい。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。これからもニンニクハンターチャンネルではいろんな動画に挑戦していきますので、よろしくお願いします。